名古屋三越栄店、星ヶ丘店、ラシックの3店を運営する名古屋三越は13日、代表取締役社長の田中悟氏、60が同日に膵臓癌で死去したと発表した。通夜は21日午後6時、告別式は22日午前11時30分から神奈川県相模原市南区上鶴間本町さんの 8-2 の釈迦堂暁新殿で、喪主は妻の吉江さん、死去に伴い、名古屋三越の取締役で、三越伊勢丹執行役員の近藤美琴則太氏、51、が暫定的に代表取締役を務める、社長は空席となり、新たな社長人事、4月1日付、については、改めて発表するとしている。田中氏は1986年に伊勢丹に入社し、伊勢丹新宿本店長などを歴任、昨年4月に名古屋三越の社長に就任した。昨年秋後、炉から不調を訴え、東京の自宅で療養していたという、ネットの声、伊勢丹に入社した時に同じ店舗でした。まさか、お亡くなりになったとは、膵臓癌は自覚があった時点で手遅れだという、5年生存率が最も低い癌なんだよな。自宅で療養ってことはおそらく末期で余命宣告されていて緩和ケアしていたんだろうな。60歳まだまだですよね。医療が進んでも、どうにもならないこともありますね。膵臓癌、もっと早くにわかる方法ないのかな。医学は進歩してるはずなのに、伊勢丹の田中明さんといえば、クイーンズ伊勢丹の役員を務めていらっしゃった時、取引に関わることでお世話になりました。まだ60歳ですか。私とさほど年齢差はなかったの？ですね。心からご冥福をお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。